じゃあ5億年ボタン押すか押さないか問題。なあ。え、5億年ボタン知らない？知らない。あ、マジで？じゃあ今やってあげるよ。え、お金欲しい。お金欲しいね。お金欲しい。このボタン押したら一瞬で100万円出てくる。これね。けど押した瞬間に別次元に飛ばされて、もう何にもない真っ白な空間で、死ねないしお腹も空かないし眠くもならないし痛みも感じない空間で5億年過ごさなきゃいけないの。でも5億年経つ頃にはこの現実に戻ってくるんだけど、記憶は全部消されるの。現実世界ではもう押した瞬間に戻ってくるから、こっちの世界の自分はもう一瞬で100万円が出てきたって思うわけ。押しますか押しませんかって話。うわうわ、押せないわ。押せない、怖いよね。5億年で俺、そう、無1年じゃん。無だよね。うん、無が一番嫌いなんだよね。思考しか回らない。宇宙を知ってまた戻ってくる。そうそうそう宇宙を完全に理解して空気と調和して帰ってくるんだけど、プッて消されてあー100万円だーになる。そう、押せないわ。え、押せる？押せない。怖えな。怖い。押さない理由は？いや、もう5億年っていう規模がなんかもう分かんなすぎて怖い。その何もない、無でしょ。完全に無でしょ。完全に無。本当にもう、え、精神とかはどうなんだっけ、あれって。は生きてる。無理だ。その子がダメだわ。生きてる状態で5億年っていうのが無理だわ。だからまあ感覚として一番正しいのは、めっちゃちゃんと睡眠とって、うん、ちゃんと朝ごはんも食べて2発ぐらいしこってきた日の1発目のテストが10分ぐらいで終わっちゃった後の40分間が5億年みたいな感じ。あ、無理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 。絶対無理。この絶対無理。かける5億年。だってあれも長く感じるもん。俺全然。そう5億年ってやばいよね。計り知れない恐怖あるよ、ね。うん、まあな。でもこれをこう今俺言ってんだよ多分。そう、言ってま帰ってきてるね。そう、言ってる可能性あんのよ。何かしらのね。そう、100万円じゃなくてこのピンポンが鳴るために5億年俺が経過してる可能性もあんの。そう。けど俺は気づいてないわけじゃん、こうやって。そうね。そう。って考えると押さないっていうのはなるんだよね。まあね、確かに。まあまあまあ、まあ、で、連打するやんっていう。50億年ぐらい言ってる言ってる。いやでも俺死後の世界はそれだと思ってる。無。あ、そりゃそうよ。うわ、怖え。話聞く。感情だけある。えー、もう体動かない。感情もないよ。感情あると思ってる俺。夢でなんかあったのよ。でも出たよ夢。そうそうそう。だからそれは妄想なんだけど、死んだらこう体も動かないみたいな。でも意識だけはあるみたいな。じゃあ何、輪廻転生信じてるタイプの人？うん、ちょっと信じてる。説はまああるんじゃないかな。いいじゃん。なんで俺ら記憶ないのよ。なんか前世の記憶ないのよ。前世ない。前世もう後世ないから。俺ら来世ないない。じゃあ転生しないじゃん、リーナ。それいや、変われない。変われない。いいじゃない。俺らは死んだら意識がなんかクラウドに保存されて、そこで一生こうやって。そう、もうずっと。やばすぎ。そのって俺は思ってるよ。なんでそんな結構一番有力だと思って。つらっ。いっぱいバーって死人のデータがバーってあるんだ。そう、ある。ずっとみんなこうやってして、うん。マジ？まあ、きつい。それ一番きつい。やだ。そう。だから死にたくないっていう。ああ。もう死ぬんだよ。まあいつかね。え、何？もしかしたら輪廻転生してる時に記憶消されてこっちにいるけど、その霊が言ってる世界のなんか感覚が無意識になるから怖いのかな、死ぬの。あ、めっちゃ怖くなってきた。やばい。僕はないから。俺終わったわ。苦手だよそういう話のせい。マジで眠れなくなる。そのなんか俺は眠ってる感覚と同じだと思ってる。こうスーって意識が薄れてって、で何もないじゃん。で気づいたら朝だよ、うん、でその朝が一生来ないパターンだと思ってて、はいはい、ああそれに正しい。そう、感情とか特にないけど、うん、あ、俺このまま閉じたら一生なんか喜怒哀楽とかないんだとか思うと、うん、めちゃめちゃ怖い。確かに。そこ怖いんだ。俺全然いいな。ある朝目覚めなくなってもいいと思ってる。ガチ。だってその怖い悲しいということすらさ感じずに、ね、死んでいくんだ。いや、それが怖いんだよ。よくね、別に。そんな、いざ死んだら、うん、別に何も思わないけど、うん、亡くなるっていうのは怖い。いや、まあね。だからその死んだ後、その死んだ自分を感じることができたら怖いよ。あ、俺死んだわ。そうだね。確かに確かに。多分こう人生があってこうプッて切れたら、こうプッていくんじゃないかな。次を。うわ、俺ダメだ。いや、でもそれどう思う？え、何が？来世ってあると思う？俺絶対ないと思う。ない、あるわけないじゃん。来世感情がさ、あるん。脳で感情は操作されてんのにさ、こうプーっていかないじゃん。い
らないよポヨーンって言ってないじゃんそんな事例はこの世でじゃないんだよライスはないよライスはないよだから俺らは2000年に生まれて2080年ぐらいで終わるそうもうそれでもう終わりなんだよすっと終わりなんだそれでもう終了なんだ俺らはもう残さなければ俺らがいたこともあんまり誰も知らないそうそう魂とかないから脳だから脳みそで動いてるから電気信号ねそうもうそうそれだからもう全て魂とかない魂フワーとかないから多分魂も俺らが死んだ後の世界続いてくんだよそうだよまあそうだ関係ないから全くそれやばくない俺らが死んだ後も世界続いていくのやばくない、ね、しかも一生ねねで俺ら一生死んでんだよそうなんだよやばいなマジ一生だよ長い長い中のこれぐらい俺らがいるだけでそうだよね俺らが知らないこれぐらいのものがあるんだよそんなマジでこんなんだもんねマジで 0.2 秒ぐらいで俺らが生きた時間なんてほんとそうだよ1個のコマ送りぐらい、 いやそうだよ1個寄与したらいなくなっちゃういなくなっちゃうあ、いるいないいるいないいないガチでどうなってんだろう死んだ後なんかあってほしくないでもボーナスステージみたいなのお、天国あるあ、そう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 2分の1でこう仏教間違ってなかったそううわ、来た来世来たみたいなのさあったらめっちゃいいよ、ね、いや、ありなくはないよな絶対そのさ面白そうないなんてことはなくないって思うんだよね死んでめっちゃ元気な体になってさうわ、なんかめっちゃこけるみたいなあそういう時ないうわ、やばいあ、生きてるみたいなどういうこと、うん、生きてること実感するあ、生きてる生きてる生きてるみたいなあ、今いるんだあ、みたいないや、わかんねえ俺もわかんない分かんない生を実感することはそんないけどなんか俺って他の人から見た世界にも存在してるんだなって改めて思うことはあるよあなんか俺がお前をさ、うん、見てるじゃん、ねうん、と同じようにお前も俺を見てるじゃん見てるたまにそのモッツの視点になることがあるの俺の想像の中であちょっとわかるそれはそれはちょっとわかるその俺いるじゃんいるいるで俺をそのさ全部見てるわけじゃん、うん、うわキモってなんだよねあちょっとわかるわわかるわかるその流れで俺以外全員キャストなんじゃないかって思う時もあるああバレたやめろやめろよお前怖え絶対タブーだよそれお前の世界から言っちゃダメだってそうお前明日いないよだとしたらほんと消されるそうだよ隠れ消されるそういう映画があるしやばいよトゥルーマンショーええー、見たわ見たそう主人公以外全員キャストで、うん、全部カメラ仕掛けられててそれが世界で放送されてるっていう、うん、めっちゃおもろい、ね、めっちゃおもろいめっちゃおもろい怖そうでそれマジでそう言って漏らした人は消される普通にキャストから降ろされちゃういなくなっちゃうあそういうことそうあれ見るとなんかねそう思うよねちょっとはなんか傷口がさ、うん治るのってさ、うん、科学的に証明されてるけどさ、うん、めっちゃ不思議じゃない？確かに開いた穴が治んでそう言われたらそうだねそう細胞分裂ありますみたいに言われてるけどいやなんで細胞分裂あるって思うの普通にそれちょっとできすぎなんじゃないかって思うのだって要は食ってるものをさもともとあった皮膚に限りなく近い素材に形成してるわけでしょ俺らがやばいねそう考えるとめちゃめちゃすごいな俺ら確かに宇宙人が人間を作ったみたいな話あるじゃんあるねさ、穴がち間違いじゃなくて、うん、なんか傷ついても戻るような、うん、プログラミングがこう人間にされてるんじゃないかとか思っちゃう、うん、なんかありそうではあるよね、まあ、だからもうアヌンナキが作ったんだよ人間を出てその説アヌンナキがもう人間作ってんだそうじゃないと説明つかないんだよそうだよニコラテスラとかがやべえ発明を仕掛けたやつも宇宙人がフュッてやってんのよあげるよそう、あげる、あげるシュッつってこうひらめいたって言ってるけどそいつはもう全部宇宙観バカ野郎誰にもくれそれそうに選ぶな人間を平等によこせそうなんや深深くはないんだよ深いようで浅い話してる終わりがない話なのうんまあ皆さんもこんな話があったらぜひコメント欄で募集してます書いてくださいはい結構 ありそうだよね、うん、自分だけの感覚とか多そうだある、うん、そういうのバシバシ募集してますんではい超長文になるかもあいいねそういいそれ見ながらは撮れるしね確かにねというわけでありがとうございましたありがとうございました